AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナでロシア軍将が未知の毒素で毒殺された。チェチェン共和国の指導者ラムザン・カディロフがテレグラムに投稿したところによると、ウクライナのロシア軍最高司令官が今月初めに送られてきた手紙を扱い、最近毒殺されたとのことです。カディロフ氏によると、アクマット特殊部隊を指揮するアプティア・ラウディノフ氏は毒物が染み込んだ手紙を拾ったという。アラウディノフはすぐに医療支援を求め、現在は解放に向かっている。封筒に接触した他の職員も医師の手当てを受け回復している。手紙の送り主や物質が何であるかは不明だが、カディロフは調査が進行中であり、すでに結果が出ていると述べている。アクマット特殊部隊はウクライナで戦闘を行っているチェチェンの準軍事組織である。アラウディノフは以前チェチェンの警察部隊のリーダーで LGBTQ コミュニティのメンバーを拷問投獄したことで告発され、米国の制裁リストに掲載されたことがある。2022年2月のロシアのウクライナ侵攻開始以来、ロシア高官の毒殺事件はこれが初めてではない。昨年3月にはロシアのオリガルヒであるロマン・アブラモビッチがウクライナの交渉官との和平交渉中に明らかに毒殺され失明している。この事件はウクライナとロシアの間に緊張と敵意が続いていることを浮き彫りにし、ロシアの侵略とウクライナ問題への干渉の疑いは制裁と外交的対立につながった。ロシアでは政治的な暗殺の手段として毒物が使われることは決して新しい現象ではない。ソ連時代から政敵やジャーナリスト、反体制派を排除するために毒物が使用されてきた。2020年8月にロシアの野党指導者アレクセイ・ナバルニーが毒殺された事件は国際的な非難を浴び、ロシアで広範な抗議行動を引き起こすきっかけとなった。今回の事件はドンバス地方での紛争が続き、国境で緊張が高まるなど、ロシアとウクライナの関係が著しく悪化している中で発生したものです。ウクライナでロシアの将軍が毒殺されたことは緊張をさらに悪化させ、将来のエスカレーションの可能性について疑問を投げかけるものと思われる。プーチンの主要学的献身を示唆する文書がロシアで機密扱いに。ウラジーミル・プーチンの主要学的献身に関する最近の文書がロシアで機密扱いになっている。以前プーチンが主要専門医の観察を受けていることが明らかになった中央臨床病院とロシア連邦大統領府の医療クリニックとの契約書が2022年9月から国家調達のウェブサイトから姿を消しているのだ。検索バーから書類を見つけることができず、直リンクで契約ページにアクセスすると国家調達の公式サイトに情報、書類を置くべきではないというメッセージが表示される。中央臨床病院はロシアのトップクラスの人々に医療サービスを提供しており、プーチンがロシア各地を訪問する際、甲状腺がんや耳鼻咽喉科を専門とする外科医を同行させることが多いことが以前ジャーナリストにより判明している。2022年6月プーチンが進行性のがんの治療を受けたとメディアが報じた。一方ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は2021年春以降、邸宅への長距離移動の際、セキュリティ上の理由から走行列車を利用することが増えている。列車内には寝室や仕事場、随行員や特殊な通信を行うための車両があります。列車を追跡することは困難であり、航空機と比較してより安全な移動手段となっています。この列車はロシア大統領の側近であるユーリー・コバルチュクや実業家のミハイル・ラビノビッチと関係のあるグランドサービスエクスプレスが所有する。価格は10億ルーブル、約1350万ドル強と推定されている。ドネツク州での攻勢維持に苦戦するロシア軍、病院を軍事施設に。ウクライナ東部の紛争でドネツク州に動員されたロシア軍兵士が攻勢作戦を拒否する動きが強まっているという新展開があった。そのため一時占領地の兵士は前線から引き上げられ、さらなる訓練に回されている。2週間の訓練後、彼らは嵐の部隊を編成しアブディフカ戦線での攻勢に投入される。攻勢を維持するためのロシア軍の奮闘により兵士に多くの負傷者や死傷者が出ている。その結果、
占領地ルハンスクの産科病院や小児病院が負傷した兵士の治療のために軍事病院として再利用されている。病院の軍事利用はただでさえ悲惨な紛争地域の民間人の状況をさらに悪化させる可能性がある。2014年にロシアがクリミアを併合して以来、ウクライナ東部の情勢は緊迫している。2015年に停戦合意がなされたものの、ウクライナ軍とロシアが支援する分離主義者との衝突は続いている。ロシア兵が攻撃作戦を拒否するという今回の事態は状況をさらに不安定にする可能性が高い。別の動きとしては、野党の人物を迫害したことで悪名高い元ロシアの将軍がモスクワ州で自殺したことがある。内務省の過激派対策部副部長だったウラジーミル・マカロフ上将がゴリコボ村の別荘で死亡しているのが発見された。予備データでは家にあった銃器を使って自殺したことになっている。マカロフは今年1月、内務省の過激派対策局の職を解かれた。同局は抑圧的な政策とデモ参加者への迫害で知られている。マカロフの自殺は反対派に対する弾圧や暴力の実行を任務とする当局者の精神的健康について疑問を投げかけた。またこの事件は批判者や反対者を黙らせるために利用される抑圧的な国家機関の危険性を浮き彫りにしています。ウクライナ東部の動向とマカロフの自殺は権威主義と抑圧がもたらす結果を思い起こさせるものである。ロシア軍が攻勢を維持するのに苦労しているため、ウクライナ東部の状況はさらにエスカレートする可能性が高い。病院の軍事利用は一般市民を危険にさらす懸念のある事態だ。マカロフ氏の自殺は抑圧的な国家政策がもたらす人的犠牲を思い起こさせるものである。国際社会は人権が尊重され保護され、紛争が平和的手段で解決されるように行動しなければならない。ウクライナ軍総司令官、勝利とはロシアが二度と攻撃してこないような状況を作り出すことだ。 NATO 欧州連合軍最高司令官兼米軍欧州軍司令官クリストファー・カボリ将軍との電話会談で、ウクライナ軍最高司令官バレリー・ザルーズィーにはロシア・ウクライナ戦争における勝利への展望を語った。ザルジニ氏はウクライナの勝利は領土の解放だけでなく、将来のロシアの侵略を抑止する条件と軍隊の創設を意味することを強調した。この発言はウクライナの平和と安定を実現するためには長期的な戦略が重要であることを強調している。領土の解放は重要な第一歩だが、それだけではウクライナの安全を永続的に確保することはできない。将来のロシアの侵略を防ぐためにウクライナは軍隊を強化し軍事力を発展させなければならない。そのためには軍隊の近代化と再編、訓練と準備の強化、国際的な同盟国とのパートナーシップの拡大など持続的な取り組みが必要であろう。ザルジニ氏が国際的な軍事援助や訓練の必要性を強調するのはウクライナの防衛を支える同盟国の役割の重要性を示している。この点では近く開催されるラムシュタイン防衛コンタクトグループが重要な役割を果たす可能性がある。 NATO 加盟国の代表で構成される同グループはウクライナへの軍事支援や訓練の調整を任務としている。このグループを通じてウクライナは軍隊を強化し、より強固な防衛を構築するために必要な資源や専門知識を利用することができる。ザルジニーの発言はウクライナとロシアの対立というより広い地政学的な背景を反映している。この紛争はウクライナの領土の問題だけでなく、この地域における影響力をめぐる広範な闘争の一部である。ウクライナにおけるロシアの行動は旧ソ連圏での覇権を維持し、この地域における西側の影響力に挑戦したいという欲望の表れである。そのためこの紛争は米国と欧州の同盟国にとって戦略的に重要な意味を持つ。米国と NATO は紛争開始以来ウクライナに軍事支援を続けている。近年米国は殺傷能力の高い兵器の提供を含めウクライナへの軍事支援を強化している。また米国はウクライナと合同軍事演習を実施し、同国軍に訓練や助言の支援を行ってきた。こうした取り組みがウクライナの軍事力強化につながり、米国のウクライナ防衛へのコミットメントを示すことになった。またザルジニ氏の発言はロシアとウクライナの緊張が高まっている中で行われた。ここ数ヶ月
ウクライナ国境付近でロシア軍の大幅な増強が行われ、侵略の可能性が懸念されている。ウクライナ軍は厳戒態勢を敷いており、前線では散発的な衝突が起きている。事態は極めて不安定であり、事態の深刻化は地域の安全と安定に深刻な影響を及ぼす可能性がある。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。